おはようございます、こんにちは、こんばんは。バイオリニストの倉田里乃です。バイオリンの練習にとってとっても大事な基礎練習、なぜやるのか。それはボーイングや左手のシステム、耳を鍛えたり、演奏に必要な技術の底上げや弱点補強のためですよね。その代表的な例として音階練習があります。しかし地味で単調なウォーミングアップ、一人ではなかなか続きにくいです。何のために必要なのか、どこに効いているのかを理解しながら一緒に練習をしていきましょう。今日はオノアンナ P20 ページのデイドゥアの音を使って、時間がない時でも効率よくできる音階練習を一緒にやっていきましょう。今日の大切なポイント、ポイント1、姿勢チェック。バイオリンを弾くにあたってとても大事な基礎が姿勢になります。そもそもいいフォームでないといい音が出ません。一番最初に姿勢チェックをしましょう。ポイント2、弓が全球で弾けているか、そして弓の圧力が均等になっているか。音階を弾くときに全球で弾くというのはマストになります。そして弓の圧力が均等になっているかというのは常にチェックをするようにしていてください。ポイント3、左指は常に指板の近くで待機。例えばダメな例としては、手と指板がとても離れていると時間がかかってしまいますね。常に次の音をすぐに弾けるように準備をしておくというのがとても大切になってきます。ポイント4、左手の音程を作るときはフォームで覚える。基本の左手のフォームが定まっていないと、いつまでも音程を取ることはできません。ポイント5、メトロノームを使う。今日は四分音符テンポ64で設定をしてください。メトロノームというアプリがあるので、そちらを使いましょう。概要欄に貼っておきます。テンポを64にして4分の4にします。そして設定を今日は6分間にしておきましょう。オノアンナの P20 ページのデイドゥアに書いているリズムとスラは今回は取っ払ってください。あくまでこのデイドゥアの音を使って私のオリジナルでテンポとリズムとスラを変えていくので、基本的に書いていることは無視をしていただいて、私が弾いていくテンポとリズムと、スラーでやってみるようにしてみましょう。それでは音階練習頑張っていきましょう。6分間のウォーミングアップスタート。5、4、3。
いかがでしたでしょうか。バイオリンにとってとても大事な基礎練習、ウォーミングアップとして音階練習をこの動画で一緒にやっていきましょう。それではまたね。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではバイオリンのことを手軽に学べて楽しめる動画を配信しています。バイオリンは輝き続けるあなたへ人生の学びを与えてくれます。そんな奥深いクラシックの世界に一歩を踏み出すきっかけを提供できればと思っております。レッスンやメンバーシップにてお悩み相談も行っていますので、概要欄のリンクからどうぞ。チャンネル登録、いいね、そしてコメントもどんどんお待ちしております。